ダメなんですかね。いけるでしょう。いきなりダメになりましたね。なんでやろ。ウェルカムトゥザスマイトしたかったのに。いけた？難しい。言ってないかもしんない。ただ画面上は表記はされている。だいぶ感じは、昔よりもだいぶ感じは変わったかなという。まあ、LOL に似てきてる風は見受けますね。あれれ？ダメ落ちた？ダメポ？来ないですね。来ない？来た来た？よかったー。なんとか言ってよかった。超久々のゲームでございまして、私はあんま覚えてないですね。はっは。いいや、これで。もう覚えてない。マジ覚えてない。ルールは覚えてるんですけど、アイテムがね、しょっちゅう変わるんですよ、このゲーム。こちらでございます。お、シェルでした。よし、チャンス。 よし、倒せる。いただき。なんですか、そんなんでいいのかい？あ、これね、ルールは対人ゲーでございます。アリーナモードって言って、お互い5人のそのゴッドを選んで相手を倒すっていうシンプルなゲームですね。で、全部英語なんで、ちょっとその辺ね、慣れない人は大変かもしれない。っていうか、私自身超久々なんでね、武器がね、覚えるのが大変なんですよ。クールダウン。とにかくね、それが大変。クールダウンが変わってんですね。25になんなくなったんだ。メイス。あったあった。これ。次これ狙おう。超久々なんでね。あ、いただきー。くもちゃんです。私が使ってるのはこれ。対人ゲー、対人ゲー。久々ですね。超久々のスマイト。LOL とかを知ってる人はね、割と馴染みが深いんじゃないかなと思うんですけど、これちゃんと配信されてるのか。
定かではないですけども、まあ、いいや。敵一人落ちてるんでね、そういうのもありますね。4対5っていう。それは、勝たないといかん。だいぶ、昔と変わりましたね。アイテムとか、UI が。すごい久しぶりですね。そう、久々ですよ。超久々なんでね、アイテムがマジわかんない。よかった。いただきオッケーオッケー、いいですね。これでマナを上げつつ、もうほとんどあとはオッケー。コメント、もうアイテムが、アイテムの画面変えるなっていう感じなんですけどね。お願いだから。アイテムのアイコン変えるとマジわかんなくなる。そういうところで継続的に、久々にプレイする人間に対して結構ね、このゲームはね、不親切なんですよ。それじゃなくても、LOL ゲーとかこういうのって、アイテムがすごく重要で、それを覚えるのって、しかも種類多いんでね、アイテムの種類超大事なんですけど。これ欲しい。あー、ダメですか。欲しかったなり。まあ4人なんでね、これ余裕ですね。そう、めっちゃめちゃね、細かいんですよ。結構そこでね、LOL とかもそうなんですけど、そこで戸惑う人超いると思いますよ。まあ、スキルは変わってないんで、操作性は変わんないんですけど、そこがちょっとね、あかんすな。マナがないですね。なんで戻りましょう。そう、アイテムの画面がこれ、わけわかんなくなっちゃったからな。なんですね。クールダウンじゃなくて、昔の方がシンプルでよかった気がする。ねえ、ちょっとね、ややこしくなりすぎなんですよ、目が。わかりにくい。まあ、ものすごく、LOL をね、敵視というかね、ライバル視してるんでね、意識してるんですよね。LOL からは、持ってきてるところっていうのはものすごいありますよ。はい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 。あ、痛い。やばいっす。やばいっす。やばいっす。助けてください。あはは、死んだ。カウ、お、やったね。これはウルチでああやって敵を引き寄せるのがもらう。来ましたね。まあ、敵が一人用してるってのはやっぱ大きいですな。はい、いただき。それは舐めすぎじゃないですか。一応攻撃キャラですよ。
いただき。いやー、このコット面白い。だからしばらくやる、これからやる人はアイテムを覚えるのがすごい。大変ですね。アイテムで戸惑うんですよ。だからそこだけちょっと気をつけた方がいい。まあやっぱ対人用だけど気楽にできるからいいですね。痛い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 っす。仕方ない。これはまあ仕方ない。しかし、チビちゃんたち。チビちゃんたちがやってくれるはずだ。しかし本当にわかんなくなったな、武器が。とりあえず、そうそう。こいつね、こいつはね、現役ですよ。あいたき。掴めば勝ちだからね、こっちは。ああ、だけど、イシスが頑張ってますね。まあ、といつも、割と接戦。上にゲージが出ていますね。ゲージもちょっと表示が変わりましたね。ここにある感じの。装備がマジ適当だわ。まあ、いっか、なんとかなってるし。まあ、ってか、人が一人落ちてるんでね、落ちちゃいけない。足が速くなりました。うーふー、もう完全に読みキャラですね。読めれば勝ち、読んで当てれば勝ち。足が速い。危ね。ああ、惜しい。オッケーオッケー。あ、はい、やばい、カウが来た。ずっと長飛だと思ってましたけど、防具が欲しいな。いるいる、ロキちゃんもいるよ。ロキちゃんも、あー、一通りいるよ。いますよ、います。まずいるよってなんだったんですけど、います、います、います。ヘルス種類増えすぎー。オーラ、あ、まだなんとなく分かってきたな。防具をこの辺で買っていくスタイル。まあ、もう適当です、適当。いて、っていうかこれやべえんじゃね、これ負けんじゃね、下手すっと。あ、全滅した。武器派生、うん、あの、派生は基本的に増え、あのね、あれなんですよ、派生になったんですね、全体的に。本当は、青くんちゃんを使いたかったんだけど。はい、手先。オッケーオッケー。
お、これいいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？オッケーオッケー。オッケーオッケー。逃げる逃げる。ひたすらに逃げる。あ、ナイス。しかしやばい、これは死亡フラグ。さよなら。ありがとう。今、あれ分かってるのは、防具と。なんか本当に変わりまくりっておりますね。マジカルプロテクション。これですね。全然、デッキがもう適当にも程がある。まあ、けど勝ってるから。いいです。いった。まあ、かなり適当ですね。本当は青コンしたかったんですけどね。青コンだとなんとなくわかるから。しかし、一人落ちてなかったら分かんなかったですね、これね。タンクなんで、あいつを引っこ抜いても仕方ないんですよ。私は光栄を引っこ抜くのがお仕事だ。キャンセル食らった。ウルチが来た。やばし、やばし。積極的に逃げる。オッケーオッケー、いただき。しっかりと潰していくよ。割と火力はあるんですよ、こいつも。ただ、あんまり殴るイメージがないんで、あれですけど。まあ、結構初心者殺しのゴッドですね、こいつは。まあ大丈夫でしょう。しかしこっちタンクいなかったけど、まあなんとかなりましたね。まあ4人だからな。オッケー、いただき、いただき。捕まえると大きいです。まあ、こいつは本当にウルチで捕める、どうやって捕まえるかを考える機体なんで、機体っていうか、うん、ゴッドなんで。固まって、いや、まあ仕方ないですよ、これは。相手がね、一人落ちちゃいましたからね。ファーストオブザデイ、久々ですね。超久々にプレイしましたね、本当に。なんかアイコン変えるなって感じですからね、やったらめったら。
武器を思い出すの。ゴッドもかなり増えてますからね。アイコンもがっつり変わってる。ジェーネス。なんか日本のゴッドも来るみたいな話を考えてはいるらしいんですけどね。そしたら本格も考えてはいるんですけど。一応、日本のゴッドを推してる、すごく推してる、会社もいるらしいですよ。キャラクタービルダー。とりあえず、アイテムをちょっと確認したい。アイテムどこだっけ？どこで見んのか。これか？リファーフレンド。違う。まあ、とりあえず青コンね。困った時の青コン。押しますよ。ここも変えられるんですよ。15ゴッドマスタリー。本当にいろいろ変わってます。やり込み要素的なのが増えましたね。このウリーと、私はこのウリーが出るあたりからやってないかな。スキラ。この子はね、やりました。オシリスは知らない。その辺まではやってるんですけどね。結構みんな変わってるんですよね。まあ、てっても3つぐらいか。追加されたのは、私がやらなくなってから、そんなに増えてないですね。うん。オシリスと、こいつとウリと、あとこの新ごとジャヌス。かな？ペースはそんなになんか、早くはないですね。更新ペースは。でも正式サービスが開始されて、ちょうど3ヶ月ぐらい。少しずつって感じなんでしょうかね。アウコン。あ、マスタリーのやつは出なくなったんですね。表示されなくなったんだ。その代わりアイコンが。出るようになったんだ。マスタリーが今レベル何なのかっていうのは出なくなったんですね。あれはネガティブな情報も持ってましたからね。ああ、なるほどね。ゴッドはそんなに増えてないですよ。あ、そうなんだ。増えてないですね。あ、そう、正式サービスで、あれですよね。大会があったからあんまりバランスをいじってないっていう話ですね。ね、ゴッドもっと増えたらいいのにね。イベントずっとやってましたね、なんかね。お、レジェンダリーがいい。さーて。あのね、この画面を思い出すのに。まあね、魔法使いの方はね、まだ割とね、なんとかやってたんで、少しはですよ。少しは初期デッキがわかるみたいなね、レベルです。最初これだけでいく。足遅いんだ。まあ、一応カットか。さすがね、青くん。小読みちゃん喋ってましたね。え？小読みちゃん喋ってました？ん？喋ってますよ。小読みちゃんじゃなくなってしましたね。いや、超久々、青くん。アコンはね、やってる数が違うんでね、さすがにね、他のゴッドよりもね、桁が違うんですよ、やってる数が。あ、ニュー、おっちゃんがいますね、波乗り野郎。ロッキーがいるねー。なんだあれ、私知らないのが一匹いる。あ、失敗してる。
あ、マナの回復、ああ、そっか、相手持ってるか。マナの回復スピードが増えた？あれは食らった。やべやべ。いてっすねー。進んだ。超狙われました。みんな良くないと思うんだ。そこは潰せ。さあ潰せ潰せ。あー足りなかった。オッケーオッケー。ちょっと通しミニオン通しちゃいましたよね。オッケーオッケー。さすがなんだっけあいつ名前はネメシスじゃなくてタルタロスじゃない、覚えてねーアヌビスじゃない。タナトスだ。ちょっと軽くなりましたね。少し。ずらさないでお願いだから。それはずらさなきゃやれてた。ちょっとまずいっす。いてーガッツ狙われた。金ピカはね、あれ金ピカになるんですよ。負けてますね、今回は。展開が良くない。寝てるし。なんだあれ。よくわかんねー。レジェンダリーになるとね、なるんですよね。あとはゴールドっていう。あのスキンですね、スキンを変えるとできるんです。私ももうすぐレジェンダリー。こいつはあのタンクだからね、タンク以外を狙わないといけない。そう、タンク以外のところしか狙っていく。やばいやばいやばい。死んだ。タナトス万歳。万歳じゃないし。いただき。よし。スロースロースロー。まあね、もうこいつは本当にね、アイテムがなんとなくわかる。もうそれぐらい。体に染みてる。私はね、この LOL とか MODOT 系はね、あれなんですよ。結構、なんていうんですかね、一つのゴッドとかチャンピオンをやり込むタイプなので、割と。幅広くというよりは。LOL はブラッディミアを超やりましたね。懐かしいな。またいろいろもちょっとやってみたいですね。久々に。痛い。タンクを狙わにやっとんすか。何やっとんすか。ほら、タンクが来てる。お、なんか、飛んだ。
めっちゃ飛んだ。あかんじゃん、これ。ボロボロなパターンっすよ。アサシンが2人いる、3人アサシンと2人、まあ、全員がいないですね。物理より、全員物理で、私以外物理だし。敵としては、やりやすいですね。そしてお前はなぜそこに突っ込んでいった？謎だ。やべやべ。だからずらさないでください、お願いしますから。体力が見えてるんでね、あれはダメだな、速くなっちゃうんでね。ダメだな、タンクがもう完全に硬くなってますね。まずいな。っていうかね、カムが厄介。スタンやめれ。あー、足りなかったか。ふぅ、なんとか。ちょっと厳しいですね。だいぶ。スコア的に60、70離されてるんでね。かなり負けてますよ。だからお前なんでそこでウルチを移す？さあ、微妙な感じになってまいりました。タンクがしっかりいるんでね。やべやべ、なんとなく来るの大事よ。これはきつい。ちょっとね、もう前衛と後衛の幅が、やめて、それスタンするからやめてください。タンクがいい動きをしてますが、お前それカウンやりすぎでしょ。これやったでしょ、これやったでしょ、違う違う違う、マナをマックスまで上げるやつ、どれだ、ねえし、マナを120上げるやつ、どこ？ねえ。わかんねえ。いるはずだ。形が変わってるからね。まあ、味わかんねえっすよ。これ？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 あ、ていうか武器間違えたかも。こっちだ、俺がしたかったのこっちだ。間違えた！しくった。どれでスロー入んねえなと思ったんだ。いや、まあ久々なんでね、しかし失敗した。ちょっと70差、まあまあできなくはないけどちょっと厳しいですね。アリーナの場合はね、だからずらすなって、マジずらすなお前。やめてくれねえかな。さっきから味方にずらされまくってるんだけど。ご親切にどうも。あいつはあえて、死ななかったんすか。さあ、サレンダーが通りそうです。そう、通った。アイテムのね、アイコン
ちょこちょこ買うのやめてほしい。間違った買うの。NEXT。こんなもんどうでもいいで。次次。セクシーお姉ちゃん。まずなんか最初は、あれですよね。止まってたのにもかかわらず、なんとか。そうそう、これがこっちな。こんなのいらない。リコマンデッドじゃねえし、そう、この順番を間違えちゃって。もうこれで決まってたんですけど、失敗した。いやー、失敗ですね、今のは。相手もミスるという致命的失敗を。やっぱ明治は、このマップも、ゲーム一番お明治の数が多いんですけども、それだけアイテムも多いですね。私も一番持ってる、明治は持ってる数が多いです。って言っても、今考えるとそんな持ってないですね。このハーキュリー、こいつに今日ずらされたっていう。あいつはタックルで敵を動かしたりするんですけど、もうちぐはぐだとそんな感じですね。ヘイボーいいな。次ヘイボーやろ。さっき敵がいたからヘイボーに。ヘイボーも好きですね。はい、ボー。ていうか3人明治っていう、今度は極端ですね。お、イシス超かっけえ。これ羽がダークだ。命令、命令は多分アイテムが全然わかんないよ。今もう完全にアイテムを買い直すとこが始めなきゃいけない。だから命令はしない。あ、命令が2人いたんで大丈夫ですね。中国で絶対がいるんですか。カーン以外は今のところこいつ、坊主。このチビ坊主。あとはこのチェンジもそうですね。中国から、中国は結構いるんですよ。あとこのネージャーとかもそうですね。あとはどれだろう。ただ日本はまだ実装されてない。あとこのウーコンね、サンウーコン、孫悟空いますよ、孫悟空。結構ね、中国はいるんですよ。日本はいない、まだ。ただ、すごく日本やろうよってやろうって、本当にさっきも言ったんですけど、運営が押してるらしいんで、まあ、いつかは来るんですけど、今まだちょっと、もう2ヶ月、3ヶ月、2ヶ月ぐらいはプレイしてないんですが、チャンピオン、ゴッドの数がそんな増えてないので、まあ今年いっぱいぐらいはないんじゃないかなという気はしますね。かっけえな、これ。左上のイシス、かっけえな。で、日本から来たらどうするんですかね。あ、まあ、個人的にはゴッドというよりは、戦国武将をやってほしいですよね。信長とかね。いいですね。だって、カーン、あ、まあ、だけど、カーンは史実じゃないんかな。そういうのもあるんでしょうな。またロッキーがいる。やってほしい、ぜひ。信長。なんか、勘違い、外国人が勘違いしちゃった系の、いいじゃないですか。アイテムが相変わらず分かりにくいよ、本当に。まあ、なんとなく分かったよ。あとはミスんないんだけど、気をつけよう。靴、靴。あれ、靴なくね。そういえば、GM くれてましたよね。ありがたや、ありがたや。ね、ジェムなんか配ってましたね。最近プレイしてないんであれですけど。そう、正式サービスに伴って、ジェム
配っているという大盤振る舞いしてましたね。さあ行きますよ。そう、綺麗、いいね、いいでしょ。割と、ああ、Be right back。お、なんだあれ。知らないモーションにはやたら反応します。ね、靴、こいつはスピードが大事だから、靴。なんだこれ、消えてる。イシズかっけえな。このゲームは、LOL と一緒で、そういうスキンとかで稼ぐっていうスタンスですね。だから、そういう意味でガチャとかないです、妖芸は。基本的に、訴訟とか起こっちゃうんで、ああいうのは。ああ、歯ですか、これ。相変わらず突っ込んでおります。素晴らしいですね。間に合わなかったん。この私はですね、ガオンもそうなんですけど、味方と基本足並みが揃わないという宿命を背負っているので、おーれ味方と基本足並みが揃わないので、これもう一つのモードとして、コンクエストモードっていうのがあるんですね。それはもっと1ワンデスが重くて、ワンキルも遅い、重いっていうですね、まあ比重が重いってことですね。そう、アマテラスを重くてですね。だからね、そのコンクエストモードをやるとですね、非常に突っ込めて味方の足並みが揃わないので、私は向いてないんですね。チームデスマッチ的なのか。だからこれは、比較的そういうのがなくてもできるんで。はい、いただくよ。今度こそね、ちゃんと、お仕事しました。死んだ。ロッキー。味方が強いです。サーリー。かわされた。オッケー、それはさすがに許さない。オッケー、さすがに許さない。オッケー、オッケー、いいっすね、いいっすね。で、敵をスローにかける、で、HP も上げるっていうね。いい感じ、今回はすごくいい感じですね。イニシアチブ取れてる。はです。あいつだけ気をつけて。あいつは、タンクなんですよ。狙ってくるんですよね。タンク突っ込んできて、ヘイトを取るんで。
オッケー、ナイスですね。はい、いただき。いただき。あ、俺じゃねえし。持ってかれた。菊章。安定安定。今回は安定ですね。素晴らしいですね。で、今度、ガチ火力、ガチ火力。安定安定。今回無双しております。無双、無双気味。こいつハマると超強いんですよ。ハマらないとダメ。近づけない。瞬間火力がっていうか、インファイトなんですね。明治なのに。だから近づけない構成だと、もうどうしようもないですね。今回割と近づけるので、自由にできてる感じです。味方が突っ込んでくれると、あ、それは良くないと思います。惜しい。ウルチがあれば。ライフスティールをちょっと後で取りましょうか。ライフスティール、マジックスティールっていうのは攻撃するとその分回復するよっていう。失敗しましたね。やられてしまいました。まあ、だけど、勝ってますね。安定安定。いて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 。あ、ですよね。割と火力があるタンクなんですよね。めんどくさい。めんどくさい。これすげえな。なんだこれ。消えれるのでしょうか。はい、で、これで一つ目。で、次は。ちょっと流れが良くないよ。ちょっと流れが良くないですね。いって300やった今ので。次はライフスティールでございます。ちょっと僅差になってますね。流れがいい感じだったんですけど、またちょっと押されてる感はあります。ヤヌスの攻撃はプラス2体ですよ。ヤヌス、新しいやつか。ああ、くしょ、かわされたし。しかし、その後ろのやつに当たったし、今。面白いこと、後ろのやつに流れダメで死んだっていう。普通のウルチ、超火力ありますからね。バカ力。どっちにしようかな。マナとかいらねえから。こっちだな。ちょっと減りすぎ。違う、時間投げし、サイレンス投げな。25秒。
ヤヌスの、あのなんか、超減りますね。地味でよくわかんないですけど。シンゴットはなんか全然わからんゴルフされますね。てか投げ二十何秒は。いいですね。たまにやると、痛えから、たまにやると面白いですね。なんだそれ。頑張れ頑張れ。オッケーオッケー、ナイス。ちょっと停滞死にすぎ。あ、壊されたっす。あれダメ、あれ怖い怖い。地味だけどすげえ減る、あれ。あいつ次は何にしようかな。アイテム防具が欲しい的な。フェイバリット揃えましたね、大体ね。これか。にしましょうかね。ムーブメントスピードを上げる。いや、もう。てか、これを買っとこう。キルデス数はこっちのが一応。いてえ、400! はい、いや、よくかわしたでしょ。まあ、若干ラグってるんでね。表記上よりもね、食らうんですよ。食らったりするんですね。はい、バッシュ突っ込んで過ぎちゃった。お疲れさんっす。ははは。ははは。ははは。いや、まあ、私が死んだことによって、みんなが突っ込んだ。よくあるパターン。LOL でもそのパターン超多かった。すげえあった。そういえば。とにかく、お前なんでそこで突っ込むのみたいなところで突っ込んで。あ、持って帰っちゃった。いただき。見えない。いただき、ああ、かわされたぞ。なんだよ、今の、ちくしょう、あいつ。若干のラグもあるんでね、入られちゃいましたね。入られないようにやったんですけど。二度目だ、ウルチかわされたの。いけてねー。ロキが右の方に来ましたね。リトリート。800。おい、800減ったんですけど、なんだ一体。わからん殺しだ。イエス。その代わりあいつもろ7か、こっちの攻撃が700あるという。
それやめといた方がいいよ、もう。おお、突っ込んできたね。オッケーオッケー。あれか。お前は、俺が潰す。なんか消えたし。ちょっとお前ちょっこい。ハデス、俺を狙いすぎだから、マジで。トリプルキル。終わった？まあ終わりましたな。ハデスに激狙われするっていう。まあだけどやっぱり私はこのアリーナでなんか気軽にやるのがいいですね。このアリーナモードがいい。こういうのがいいですね。なんかゲームに入ってなんか30秒後ぐらいには対戦できてるっていうのは素晴らしい環境ですな。本当に気軽にできるのがいい。できる。個人戦の方がどちらかというと向いてるんで、チーム戦をベースとしたらこういうのは、むしろやっぱ、限界があるんですよね。それでよく知ってるんですけど、LOL とかでね。だからまあ、個人で割と楽しめるアリーナモードがあるのはすごくいいですね。LOL も欲しかったなと思いながら、こういうの。まあ、ドミネーションなのか、ドミネーションちょっとまた違うんですよね。ここ攻めていった方がいいと思うけど、ミニューの差がある。全然食らわない。なぜかみんな、待ちゲーになりましたね。ハデス回復すんな。メディケーションなんていないんだけど、まあ、適当にないと思って。いや、なんだこれ。頑張れ、味方頑張れ。私突っ込んだ。イニシエートは決めた。基本イニシエート。あと一匹、オッケー。イェーイ。という感じでございました。淡々と。まあ、中盤から突っ込みタンクみたいなことやってましたけど。まあやっぱまだアイテムが分かってないんで、分かってないというか、アイコンが分かんないんですけど、その無駄がありますね、その時間帯に。そんな、感じでございました。というわけで、今回久々にスマイトをですね、やってみました。ね、これか。言って。だいたいこのゲームはあれですよね、シンゴッドは若干 OP 気味に、実装するっていうのがありますけど、どうなんでしょうね。痛い。そのわけでちょっと眠くなってきたので、今回はこの辺で、終わろうかなと思っております。最後まで見てくれてありがとうございます。これね、新スタイルでやったんですけど、今どんくらいの人が見てるかっていうのは見れないです。ちょっとそれが難点ではありますね。チェックができない。そんな感じでございます。これがちゃんと放映されてるかもどうかも確認がいまいちゃう。お疲れ様でした。反応があると、おみたいな感じ。いたんだみたいな。ありがとう、ね。また、まあ、あのね、あれですよ。こうやってね、もうやっていきますから。ニコか生でね、ゲリラで少しずつ、
まあ、お付き合い、たま、時間ある時でもいいので、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。また次回お会いしましょう。14人。